山梨と長野の県境に金峰山という標高2599メートルの山がありまして、この間ね、そこに登ってきたんですよ。で、登る途中に富士見平小屋という山小屋がありまして、そこで、富士見平小屋ビールというのを売ってました。これはぜひともお土産に買って帰らなければならないなと思っていたところ、一緒に山に登った人が親切にも1本お土産に買ってくれたんですよ、私に。これは八ヶ岳ブルワリーという清里あたりで作ってるビールらしいですね。クラフトビールですね。早速飲んでみましょう。デュンケルです。そんなに黒くはないですね。こんな感じですね。はい。なんとも。おう。コクがあって、うまいです。ぴり酸味があるかな。ロースト感が漂うような味わいですね。いや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 い
まってるよ。あれかね、やっぱ酵母が、酵母のなんか檻みたいなのがあるんですね。はい、富士見平小屋ビールでした。山の上に登って山小屋で売ってるビールなんで、まあ、皆さんこれ多分コンビニでは買えないと思いますが、機会があったらお試しくださいということでした。はい、富士見平小屋ビール大変美味しくいただきました。